皆様、おやったさあ。前田留美と櫻井隼人のチェスト日本。この番組は昭和平成令和の時を果敢に駆け抜ける戦う歌姫前田留美。そして、櫻井隼人がお届けします。たった一言が明日の自分を変えることがあります。そんなきっかけが生まれる番組になれば嬉しいです。私、前田留美と櫻井恵子がお送りいたします。はい、本日はですね。はい。 前回に引き続き、はい、女優・歌手の原恵美さんにおいでいただいてます、はい、どうもこんばんは原恵美です今日もよろ,よろしくお願いします一気が絶対だよね二人本当ですか チリな感じちょっと聞きたいことがあるんだけど一番最初に言った言葉ってなんていう意味だったの親とさあ、親とさお疲れ様そうそなんだ鹿児島弁でございます勉強になりますそれでチェスト鹿児島って歌歌ってるじゃないルミちゃんチェスト今なんて言ったっけチェスト日本って言ったんだよね日本この番組がチェストってなんだっけ頑張れそうだね頑張れとか行くぞとか行っていただきますそうなんですもうあの二人とも鹿児島出身なの <で>はい、はい、それもあって鹿児島弁を使わせていただなるほど、はいています。まあ、これほら全国でも聞けるからね。そうなんです。よ。たくさん聞いていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。はい。これでね、あのめぐみさんのちょっとご紹介もねさせていただきたいと思います。はい。いやなんかいはい、もう前回の続きねこうやっておいでいただけて本当に光栄です。1980年にアイドルとしてデビュー。1986年 原蛍子に改名し S のポップというジャンルを開拓その後は原めぐみとしてポップな音壁サウンドから音壁あです、ね、受けを狙ったんですね <laughs> 多分ねはい、はい、音壁サウンドから大人のバラードまで歌える歌手として音楽活動を展開 女優ラジオパーソナリティとしてマルチに活動中でございますはいどうもありがとうございます <laughs> ご紹介ありがとうございます、はい、もうまあそうそうあの、うん、音壁っていう人と音壁っていう人といますからね<えっ> <laughs> 大丈夫ですちょっと来週は大丈夫来週は完璧かなはいそうですね音壁じゃなくて完璧 <laughs> <laughs> 絶対また言うよ。はやとくんに合わせようかな。え、だけど、男目ってわかりますよなんとなくイメージは、あの。<laughs> 大竹一さんみたいなサウンドなのかなあ,<ー>あれほらなんかにぎやかないろんなサウが入ってるでしょ、えー、あの感じですぜひ皆さんに音壁ジャパンこれはあのウォールオブサウンドのあのバイブルみたいな感じの C.D. なのソニーから出てますけどもね、はい、大竹一さんに山下達郎さんに松田聖子さんも入って中山美穂さんも入って浅川依さ,さんも入ってあとね滝川由美さんとか この間うちの番組にもゲストでいらっしゃった岡崎ゆきさんの「ゆり<ー>メンバーミー」とか「<っ>私の歌も入っておりますのでぜひ皆さん、はいね Amazon、で買えますよ私に何の見入りもないんですけどまあい,いや。<laughs> <laughs> 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 あのいつもなんか冒頭でですね、なんか最近の出来事とかって聞いてるんですけど、なんかめぐみさんなんか最近。何したとかあります。最近何したって先、先週も言いましたけど、お仕事以外も。こ <laughs> やっぱ表紙がね、これもね、<laughs> 毎回言いたいんですけどね。えー、はい、表紙になりました。はい、<laughs> 世界新ステ。だって、表紙ってすごい久しぶりなんですよ。だって、皆さん、私、払入子自体は結構いろいろね、活動してましたので。えーはい、もちろん、あの、ええー。 週刊ポストとか、えー、週刊実は、週刊大衆とか、うん、その他もろもろ。表紙はいっぱいやっております。えー、もちろんグラビアもやっております。ググったら、いろいろと出てきますよね。出てきますね。はい、あの、いまだにヤフオクで売られてたりしますけど。<laughs> いや、いいね、ちょっと、あの、セクシーなのもありますけど、でも、そんなに脱いでませんから、皆さん。残念ながら、はい、完璧に脱いだのもないですし。すはい。 な、何を期待してんですか、隼人君。めっちゃググってやろうから。いや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 、そんなないですから。はい。いい女ですね。ね、あの中国の方で置かれてますので。うん。でも、ここにもスカイウェーブのところにも置いてくださって。いるそうですね。要は今ですけど、放送は四月なので。 4月に来てないかもしれないよってこと。もうみんながね持って行っちゃうかもしれないナイスはい、本日はですね、北海ベイ FM 慶生ローザスタジオからですね、公開収録をしております。そのねスタジオの横のところにですね、あのこの原恵子さんの置いてますので、それともね皆様来られる持っててください。はい。お願いします。はい。そしてえっとハイド君はなんか最近の出来事っていうのはありますか？そうですね。僕野球好きなんですけど、オープン戦見に行きましたね。おお。 えー、えー、どことどこ対。ハマスタ、それこそ、横浜の。横浜ですか。はい。えー、どうだったの横浜対日ハムを見てきました。あ、どっちを応援してるとかあるの。僕は日ハムファンなんだ、ね。うん。ね、あ、そうだよね。共通、なんか知り合いにね、やっぱ日ハムの選手とかもいますからね。そうですよ。ええー。 で、まあ、レモンサワーいっぱい飲んで。レモンサワーをたくさん飲んで。レモンサワー好きなんですね。なるほど。売り子さん一つに決めてね。えもう。お気に入りのがいたんです。あ、うん。最近は二日酔いになってませんか。大丈夫でしょう。うん。急っとかないと、うちの雑誌江藤裕としに怒られる。ああ、なるほど。怒られる、怒る人がたくさんいるんです。周りに。周りいるんでね。ここに、ここに、あるみちゃんがいるここにある。

食べ放題にしよう食べ放題,べ放題行ってます <laughs> えと誕生日にですね、はい、帝国ホテルのバイキング行かせてもらいました。 帝国ホテルですよ。素晴らしいね。<ー>行くところが違うもやっぱり,っぱり。好きなところね、あの選んでいいって友達に言われて、<ー>でランキング見たんです。うんうん、一番高いのがニューオータニのスカイラウンジ。そこが一万七千とか。一万七千円や七千か八千ぐらいだったのよ。でも帝国ホテルだって高いでしょ。それ一万あそれがねなんかいろいろとネットで駆使すると。うんうん 一万五千のところが一万五六千が一万二千ぐらいできる。ほう、あ、帝国の方は。帝国ホテルの方が。そうなんだ。だから二位が帝国ホテル、その値段のランキングで言うと。で三位がアナコンチネンタルとかかな。っていう感じでいろんなところね、どこがおすすめだろうみたいな。それでいっぱい食べれちゃうの。めちゃ。ちょ食べるんですよ。そんなスリムな体で。いやもう本当この人すごいですよ。めちゃくちゃ食います。すごいね。私体重の差がですね。 五十二キロから七十三キロぐらいまで。自由自在。ど、うん、<laughs> んな自由自在って二十キロぐらいあるじゃないですか。十キロ。でもそれはまだ若いからよ。<laughs> <う>だんだんね、はい、あのなんて基礎代謝が悪くなってくると戻れなくなってくるんだよ。いいよね、今日<あ>でも。 ただのじゃないからね。ただ者じゃないですよ。普通の人はそうだけど、この方はちょっと別物ですね。鍛えてたりしますからね。一ヶ月も。一ヶ月もどうですか普通の人の感覚で喋っちゃった失敗したわ。すごいですよ。超人ですから。はい。そのそろちょっと。いな、もう。思ってます。はい。では、あの、まず最初にですね、原恵ぐさんの曲を、あ、曲じゃない。あ、隼人君の曲違うでしょ。 あなたです。私。大ボケ。大ボケです。まあ、春ですからね。しょですね。ぼわっとしてね。いいですね。はい。あの、やっぱり。桜の曲を持ってきた方がいいかな。山口県。錦町。一本の桜の木っていうのがちょうどね。N. H. K. で。 出てたんですよ、はい、それを題材にして作っていただきました前だるみの曲で一本の桜の木チェスト本日はゲストに原めぐみさんに来ていただいております、まあ はい、よろしくお願いします。上着脱いじゃって、気合い入っちゃっても、はい、気合いバリバリです。いや、もう、めぐみさんと話してたら、めっちゃ楽しくて、どんどん、なんか、自分の、こう、なん体温が上がってきて。脱ぎたくなってきちゃった。脱ぎたくなっちゃった。脱ぎたくなるお年頃なんでございます。酔ってるのかい。いや、もう、本当、ナチュラルハイで、もう、何もなくても、私一人で酔えちゃう。そうなんですよね。はい、もう、今は、ちょっと、ハイテ でごただ原めぐみさん、はい、映画もですねすっごいたくさん出てらっしゃってそう最近ちょっとね、うん、出るようになりましたねえ去年の、えー、と12月に一般上映されるようになったのが「ぬくもりの内側」という作品でえ就活ホスピタルとかの話なんですよね就活。はい ね、就職活動じゃそれで、あのー、三田佳子さんとか白石美穂さん、えー、それから島田淳二さんの愛人役で私出たんですけども、えー、それが上映されまして、えー、で今年に入って1月が「風が通り抜ける道」えーえー、先週ですかね名古屋の方で舞台挨拶さも3月30日してまいりましたけれども、えーえー、はいという感じこれは、えーえー、具志堅陽子さんとか。 山田邦子さんとかん大林元子さんとかいろいろお出になっていらして、ね。 あ、そう、私はラジオ局のプロデューサーの役で出てるんですよ。プロデューサー役。そうなんですよ。なぜかそれ渋谷からセーフエムなんですけども。<laughs> そこを使って、えー、はい、そんな感じで出てるんですね。えー、でこれも一般上映で、これからまだあちこちで上映されると思います。皆さんもね、ぜひね、見に行ってください。うんうん、それでね、今年の秋になると、今度。小野寺嬢さんの、うんえー、妻役でね、えー、はい。 映映画があの上映されますそれが、えーと「東京ロス」って昔撮ったんですけどそれの「東京ロス2の」の、えー「雨のち、うん、晴れの予定」っていう作品なんですね。えー、これもお父さん役があの南部トラタさんなんですよ電撃ネットワーク。あー遺作になっちゃいますよね。そそううでですすねそうなんですはい 夫の小野寺城さんが浮気をするんで私は怒ってばっかりいるそういうシーンだと思いますけどね <laughs> 目くじら立ててる顔しか出ないんじゃないかって気がしますけど <laughs> そ映映画も上映予定となっております<ー>でついこの間はね、はい、大阪でちょっと撮影をしてきて今申し上げたのが田中一生監督の作品ですけども、えーうん、大阪で撮ってきたのは上西雄大監督の作品で。 えっと西成五郎の四億円っていう作品がもうワンとツーと。上映されてるんですね。すで、えー、に。はい、それの三と四、あなんでワンとツーっつってんのに。三 <laughs> と四なスリーとフォー。フォーに多分出ると思います。で、えー、多分じゃあ出ます。はいはい、もう取ってきましたので、ごくつまの役でございます。ごくつ、ま、着物着て出ちゃいました。かっこいいですね。あ、ね。ごくつまって言ったらイメージそのかっこいいイメージじゃないですか。うん、でも用意された曲が、あ曲じゃない着物が。 ピンク色のなんか PTA みたいな感じの着物 <laughs> <laughs> あなんか私が着ても全然迫力はなくてしかもごくつもが歌うってシーンだったのでなんかちょっと飾りつけましょうよって言われて頭に花つけられてピンクの着物でどこがごくつまなんじゃいって感じだった見てみたいですね <laughs> それでね歌った歌がね面白い歌なのよなですかお金がテーマの歌なんだけどね<お>そう <laughs> えっとまあそれは見てのあしそうですね <laughs> いただきましょうかねすごい変な歌<ゃ> <laughs> えー もうバレちゃうな監督が作詞してるんだけどねでも本当ねなんか田中一成さんの、まあ、監督の映画って、うん、もう昔から結構出てらっしゃいますよね、うん、そうですね全作品出てるみたいです監督いわくへえー、なんか今度時代劇も撮るって言ってたからまた呼ばれるかなもしかして分かんないけど、えーえー、呼ばれたら時代劇あでも着物はほら ね P.T.A. のピンクの着物でちょっと着慣れてますから <laughs> 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 ダメかそれじゃ。<laughs> ね、歌うときはいつもそのど,どういった服が多いんですか。その着物着ること。歌うときですか。<laughs> う歌うとき着物は着ないですよ。ねだからなんか着物着慣れてなんかんそ、ね、あんまり着ないですよね。ね<ー>でもねあのー、ちょっとごくつまだったらこれいいんじゃないかなって自前のがありましたね。これ、えー、ちょっとご提案すればよかったかなとか思ってるんですけどね。<laughs> でもなか,なか、ね、さんの着物。<laughs> あの中森明菜さんのデザイアの,の衣装をデザインした方のブランドの着物があってあ結構、黒とか入ってるから。あじゃあキラキララとか キラキラはないんだけど<か>黒,黒い色が入ってるっちょっとなんかかっこよく切れそうな感じのうん、うん、淡いピンクじゃないからいいですねめぐみさんの着物姿で歌う姿ってかなかなか見ることができないから、うんうん、それでしかも演歌じゃないっていうね、うん、<laughs> <laughs> ちょっと珍しいかもしれない、ね、<laughs> いいですよねそれも、うん、それちょっとお楽しみにしていただけるといいんですけどね,ね、はい、で、そしてデビュー作が2012年の10月の短編映画、うん、空前っていうのがデビュー映画

あセミって言うんですか？多分カラセミカラセミあカラセミすいませんあのあの漢字は読ませない方がいいです。おばカちゃんがバレる。レ本当漢字弱いんでね。弱いんです本当はい小学三年生ぐらいそうですねそういうのを取りましたもう全然忘れてましたで割とちょっと数年前ですけどもあのメインキャストで出た作品でカラオケ屋長寿っていうのがありますね居酒屋長寿じゃないですよ カラオケや長寿という作品こ、まあ、れがあの、えー、フックンが主演で、はい、はいはいはい 私がまあ結構絡む役がございまして、えー、これもまあ歌ったりする役なんですなんかそういうの多いですよね, <laughs> ね旦那さんが、えー、豆腐屋さんで豆腐屋さんが一生懸命働いて、あのー、働いたそのお金で私に貢いで CD を出させてくれたっていう設定なんですよねでその居酒屋長司さんでよく歌ってるっていう<ー>、えー、ちょっと次は裏話とかも、はい <laughs> はい、聞いていきたいと思います。それでではあの原恵さんの曲をですね うんはい、ぜひご紹介していただきたいと思います。はい、わかりました、えー。それでは皆さんにお聞きいただいていてただきちょっとしかんじゃってますね。<laughs> うカットしてもらえませんかね新しカットがなかなかできない。<laughs> あ、できないですだ <laughs> <laughs> そのままがいくんですね。<laughs> はい、すいません。原めぐみの最新曲になります。会いたくてもなかなか会えない切ない女心を歌った歌で、ホリデージャパンからリリースしています。会いたくてお聞きください。チ <laughs> ェスト 本日は原ラメグさんにお越しいただいてますはい、いよろしくお願いしますです。さっき映画の話出ましたけどもねはい、はい、実はね一番最初に撮ったのはそのカラセミとかではなくって、えー、その前に撮ってるのがあるんですよ、えー、でそれはアクターズプロモーションにいた時代なんですけれども、はい、アクターズプロモーションと石原軍団での合作の映画もうそれ聞いただけでもすごく大きそうでしょマンダヒサコさんだとかね い舘ひろイさんだとかねいろんな方が出ててその中で私はあのえっとき清の方西川さん。西川さんなんでさっき聞いたばっかりで忘れる西川清さんの息子さんの西川博さんと絡みのある役でで多分どっかバーカなんかにいる女の役なんですね。 ちょっとあの年下の男の子をからかっちゃうみたいな感じでベッドシーンとかはないんですけどなんかことをいたした後のシーンぐらいは多分あったような気がするタバコかなんかちょっとくゆらしちゃったりとかしてそ,うそ,うそれでなんかその年下の男の子を誘惑するっていうシーンはあるわけ。キャミソール姿までは脱いでるわけそれ以上は脱いでないんだけどでその時にねその西川浩く君がその。 シーンを撮る前にねあ俺はこういうシーンは慣れてるからて <laughs> 言って、うん、もう任しといてくださいみたいなこと言ってたから <laughs> そうなんだ <laughs> と思っていや私はちょっとキスシーンはさすがにないなと思ってたので、うん、あのないなっていうのは経験したことがないからうまくできるかなと思ってたんだけどね。うんうん うん、それでじゃあ回りました撮りましたって言ったらもうあこ,れこんなこと言っていいのか西川博さんはねもう何か歯ががん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 すごい震えてる感じなんですよえどうしようと思ってでもほら、ね、年上の女が年下を誘惑してるからこれはこれでいいんだと<ー>もしかしたらこれ演技かなとか思っちゃったぐらい。い も真っ赤だったしああ、これ、えー、もう結構緊張してんだなと思って、えー、面白かったで可愛、ね、らしいですねそ体を張ってね撮影したのにね、うん、それがお蔵入りになっちゃったのにあらららら,ら、えー もったいない。もったいないでしょ。うん、理由はね、原作がね、もう、ね、お亡くなりになったから怒られないから石原慎太郎さんの鋼って作品だったんですけど、<ー>石原慎太郎さんがこれは原作とだいぶ違うっつって怒ってダメだっつってそれで終わっちゃったの。えそこんなことで終わっちゃうのかな。そうですね。まぼろしの作品があるんですよ。不思議ですね。ねえ、ほん。 あ「キス」っていえばそういえば世界で一番素敵な「キス」っていうのが私復帰後あの一番最初に撮った作品なんですけど主演だって言われたんでん<ー>えー、主演ほらさっきも言ったように全然あのさっきっていうか先週ですか言ったように <laughs> あの歌う。 に関しては、まああのね、ちょっとは自信があったんですけど演技って全然やってこなかったから、うん、だからそれでちょっと主演とか言われてもどうかなと思ったしそれも V シネの主演だっていうから、うん、やだこれれ脱がされるんじゃない<ー>しかも世界で一番素敵なキスキスなんてキスがもう体中されちゃって全部裸とかそんな話じゃないのとか思ったら全然そうじゃなくて、うん、本当に今最後にキスシーンはあるんですけども。 増田敏樹さんがお相手だったんですけど、はい、あのそんなことはやりましたね,ね、はい、それも相手はねあの子供じゃなかったんで普通に、うん、あのシーンは撮れたんですけど <laughs> それが V シレの初作品ですね私のね。映画のの方はその お蔵入りのやつが一番最初ですね。そんな感じで両方ともキスしてるんですね。なん前知らないけど。そうなんです。なんか先ほどね、そのなんか原恵子さんで画像って見たら本当ね、いっぱい出てきますよ。あの芝居とかに関してだと、ま映画もそうなんですけど、あのドラマもね、あましたね。ドラマはね。 えとちょっとハスラーの役で出たのが一番最初かな、えー、テレビ朝日でしたけどね<ー>それから割と最近だと昨年放送されてましたけれども「えー、あのゴッド・ドクター」って作品で看護師長役でね。はい 出ておりましたまどういう姿もやっぱり似合うだろうなっていう,似合,う,う、ね、似合ったかどうかわかんないでもそのね看護師集約で通ったのはよかったんだけどそこのね撮影した病院っていうのが、えー、あの古い病院で <laughs> もうなんかそっくりもう移動しちゃってなくて病院だけある状況の中でそこを変えて撮影したんだけど出るんですよ。出るる <laughs> もう行くと絶対いるのった <laughs> あかるね、霊感が強くは別にないんですけど例えばトイレとか入るじゃない隣は誰もいないんだけどなんかガタガタとか必ず音がしたりするとかホン必ず私はいるよっていう感じでね私になんかこうそうリアクションをしてえつつつ「ついてませんよ」やめてくださいよ <laughs> それででも気のせいだろうなと思って気のせい気のせいと思って何回かトイレに行ったりするじゃない。でもね何回か行った 時にね、あんまり気のせいだと思って相手にしてなかったら向こうも怒ったんだよきっとね。あうわあってきたの。本当 <laughs> 声が聞こえちゃっても私もう,うわあのこっちが言いたいぐらいだった <laughs> っ面白い本当に怖かったの。それからね <laughs> なんかほらみんなで打ち合わせとかしてるお部屋があって隣は誰もいないの分かってるんですよ。だけど。 トントンってノックするんだよねなんかノックしてますよあちょ誰か来たのかなって見に行くじゃん誰もいないですってって帰ってきて<っ>また打ち合わせしててまたトントンなん何なのこれ」誰もいないの本当にいたずらしてるわけでも何でもなくて、えー、そんなことをちょっとフェイスブックに投稿したら「<laughs> あ,あの病院出ますよ」って言ってきた人がいて <laughs> その人ね<に>入院したんだってその病院に。あで特に2階に階出るって言ってて言た 手術室とかあるのかな。はい。で、みんな鳥肌立ってます。いや、私ね、あの、ホラーとか、そのお化け。全然ダメなんよ。はい、鳥肌立っております。すごい正直な方なんだじゃ、ちょっと、こういう話をちょっと外したいので、あの、めぐみさんの曲に移りましょう。私の曲ですか。はい、わかりました。はい。そう、そう、ピ。 二人だね、こういうなんかね、こうタイトル的にね、はい、冷たい夜ですから。<laughs> それではお聴きください。これはね、あの藤波健介先生に作詞をしていただいて、作曲はあの元 CCB の,あの関口誠さんに、はいはい、曲を書いていただきました。お聴きください。腹恵みで冷たい夜。 本日はゲストにハラミグミさんが来てくださってます。はい、よろしくお願いします。じゃ上着着たの。ちょっと寒くなっちゃった。冷たい夜もかかったしね。はい。鳥肌がったね。はい。寒くなっちゃった。そういうこと本当にあるのよね。本当にあるんですね。いや、私も初めての経験でしたね。撮影現場がそういう状況っていうのはね。後から聞いた話がまた怖すぎちゃって本当にね、出るっていうのをなんか見たとかなんかいろいろね、Facebook で聞いちゃったりしたから怖い。 今またでも新しいなんか病院になってるらしい噂は聞きましたけど出ないですか、ね、いや <laughs> 出てるか居座ってるか出てるかもしれないどこの病院とは言いませんけど <laughs> <laughs> いやなんか怖い話だとまた鳥肌がさらに立って <laughs> しょうやめましょうのでなんか逆に楽しい話で、うん、あ芸能人やっててよかったなって思った時ってなんかないのかなと思って。うん えー、現それはやっぱりほら <laughs> ファンの方に応援していただいて、ね、いろいろお花いただいたりとかプレゼントいただいたりだとかなんかあ,のあなたの歌が 私に元気を与えてててくくくれれますすって言っ言ることがすごく嬉しいでんか、まあ私ぐらいの年齢だともう疲れきっちゃってる人も結構いるので <laughs> その中で私がミニスカート履いてハ杯ブーツでパワフルに歌ってるとそれだけでも元気もらえますっていうふうにみんな言ってくださるのでじゃあ私もちょっと老いてる場合じゃないなと思って。そ <laughs> そうそう,そう 若くいなきゃなとは思ってますけどね。い若,ね若いですよ。でも本当皆さんにね <laughs> あの支えられているからこそ今があると思っているので、うん、そうその責任においても若くいなきゃダメだよね。そうですね。うん、なんか四十だから四十の行動、五十、うん、だから五十の行動っていうのはダメですよ、ねうん。そうそうそう。常にやっぱ二十代、十私なんかもうね。 還暦アッパーですからね、恐ろしいです。ね、だから、そういうことはもう考えないようにして。ですね。はい。赤い服着てましたけどね、表紙ではね。やってましたそれは置いといて。そうなんですね。はい。だから、若くいなきゃいけないなっていう努力はいろいろしてますよ。え、教えてほしいです。いや、大したあれです、じゃないですけど、例えば、エクソソームとか、すごくいいみたいです。エクソソーム。なんか聞いたこと、あの、幹細胞とかは。 人の若い子の幹細胞を入れるんじゃなくて自分の幹細胞を培養して増やして戻すっていうのはでもやっぱり私の年齢の幹細胞が増えるだけじゃないですか、うん、でもエクソソームっていうのは若い子の例えば赤ちゃんの鼠髄とかなんだろうおへそのところのとか、うん、そういう細胞を持ってきて移すことはできるんですって。でそれはやってないんですけど、うん、あのエクソソームを あの塗ったりとかいろいろ出てるじゃないですか、うん、化粧品とか、ええね、そういうのは使ってますよだってシミ一つないですも、うんね。いやそんなことはないんですけどもだ,どかだからその若い子のやつをね戻したいなと思ってますけどね <laughs> まあ相当高いらしいですね。 細胞,じゃ細胞だから幹細胞細,、えー、細胞他の人の細胞を自分に入れるのはやっぱり法律上 NG なんですよねでもエクソソームってのは信号だけなので、うん、あの戻すことはできるんですよ若い子のを戻すことができる<ー>れ入れたいなと思うんですけどね<ー>誰かお金ちょうだいいいごご集集中中ででざざまますすねあ,<ー>あとね<ー>えとエクソソームも,ももちろんこだわってますけどあとえっ、ー、と ね、最近面白いなと思ったのは、はい、あの本当は低周波じゃないしな、えー、周波数治療器っていうのがあるんですよ。うん、あのね、ビフォトンっていうやつにちょっとはまってまして、うん。細胞を若返らせる作用があるんですよ。はい、それは何か顔に当てるんですかそう。あのね、低周波治療器みたいにペタペタ,ペタて張って貼って電源のその元があって。 でそれでこうスイッチ入れていくとガーってだんだん上がってきて、ね、わーってなるんですけどでもその後顔がシュッと上に上がってたりするから、えー、これはいいや、えー、と、ね、あと歌う前とかもねちょっと喉の,あのどのあたりに貼ったらいいかっていうのを先生から聞いているのでそれをちょっとやってもらって、ね、そうするとそれをやって歌うといつもちょっと出づらかった音とかが出ちゃうんですよだから歌手の方なんか絶対いいと思いますね。えー、あんまり教えたくないけど、えー <laughs> 知ら機会は高いんですか?。<laughs> まあまあしますね。まあ、うんちゅうまんはしますけど。<ー>でも、それだけ効き目があるんだったら、持っててもいいかなって。思いますよね。だ、ねねね、から、みんなが試せるような、なんかそういうのって何かいあ。あの、サロンがあるので、そこに行けば、試すことはできますよね。自分で買わなきゃできないっていうんじゃ、しょうがないじゃない?。そのうんちゅうまんを用意しないとできないわけだから。うんうん、そのサロンに行って、やってもらっていました。<ー>で。 ちょっとハマっちゃって買っちゃったっていう感じ。<laughs> なるほど。はい。日々心がけてるものとかあるんですか。日々心が、いやそういうことだとね結構ね、睡眠をちゃんと取らなきゃいけないとか、<ー>規則正しく食事をしなきゃいけないとか。 そういうところが全然ダメなんであ、ダメなんですね。そう、そうなのそれエクソソームだったりとかね、周波数治療器とかそういうなんか後からこう加えるものは結構熱心にやるんだけど、日頃の自分のじゃ行動はどうなんだっていう話になると全然ダメなんダメダメなんですよ。寝てないしね。なんか昨日も遅くまでそうなのちょっと遅くまでね番組のそのあまた打ち上げがあったりとかしてで今日また朝早くね出てきたので大変ですね。睡眠もあんまり 撮ってないしあと SNS にあげるのにいろいろと <laughs> <laughs> ええ、あちこち上げてると、気がつくともう夜中、<laughs> ね、真夜中になってたりするんですよね。うん、で、次の日朝早かったりとかして、じゃ、全然三時間しか出れないじゃんとか。<laughs> そういうの、結構稀にあるんで、それは皆さん真似しないでください、よくないですよ。<laughs> は,い、はい、あのー、若返りません、それは。休みを取った方がいい,っていう、ねうん。うん、夜の十時から二時の間がゴールデンタイムでしょその時間は寝てないと、やっぱ細胞が再生されていかないからね。うんうん、そう、再生されてないから、それをエクソソームだとか、その。 とね、補ってるっていう、そんな感じですかね。から両方やられれば、本当はもっといいのかもしれない。はい。はい、反省します。はい。ね、隼人君。はい。あの、そんな隼くんですが、隼人君も、なんか、そういった心がけてること。うん。僕はもう、めぐみさん側の感じですね。よく二日酔いに。はい。はい、何も。だめじゃない。何も心がけてない。じゃない。それそうか。はい。それでは。 僕の曲ですね聴<え>いてもらいましょうかねは、ね、はい。<laughs> はい、えー。桜井ハヤツと綾一春で、えー、ディエット曲です多分好き聴いてくださいチェストそれではお便りコーナーのお時間でございます、はい、はい。早速読ませていただきたいと思います、はい、お願いします。こんにちは悪魔き和子です最近マイブームのお菓子があります鹿児島人なら皆さんご存知の下痰は下痰派 ゲタンハんまでかこれゲタンハお菓子の名前なんですようゲタンハゲタンハじゃまた読み間違いじゃない？はいあのゲタンハゲタっていうそうなんだねえなんか言われてみたらわかるって感じゲタンハ有名な南海道さんが2年くらい前から販売している一口ボロですあゲタンハちっちゃいのが出てるってことそうですねあの黒糖でできたお菓子 昔ながらでちょっと太めの長いやつはあったんですけど一口サイズですね呉あ辺りから大きな金管を探して町外れの大きな道の駅でたまたま見つけました一口サイズで美味しそうで金管と一緒に購入しましたこれがまさに大ヒットあちこち探しましたが見つからず南海道産から地域のお菓子トン屋さんに入れてもらいやっと一箱ゲット。 ののんびりの私がやればできるねと夫と大笑いでしたもともと下段派は20年前に亡くなったのんべい父の好物の一つもう一つはこんぺい糖は昔から今は孫たちに引き継がれていますきれいって言って並べて遊びながら食べてます 下端派は小さな頃、テーブルにあったなあくらいでしたが、やはり父が亡くなってからですね。寂しいけれど、子供や孫の心に届いて嬉しいな。久しぶりに父を思い出し、メッセージができて、隼人君に感謝だね。ありがとう。春になってどんどん忙しくなりますが、頑張ってください。チェスト隼人。とありがとうございます。はい、げ。実はですね、その。あくまきばさん箱から。えー、届いております。お え下痰派下痰派のボーローえーーーすごーいいやなかなかこのサイズないしでしょ食べやすいサイズ、えーね、しかもこれなんか手に入りづらいっていうねわわざわざ探してくださったということでめぐみさんもぜひ味見を美味しいですよ<ー>ねえこれ、えー、私も大好きなんですよやっぱこのなんか、えー、い 一本丸丸だともう甘すぎて本体って結構長いやつそうなんです見たことあるそれを一口サイズにしてるやつが下痰派っていうのいやえっとですねこれは下痰派じゃないこれが下痰派なんですこれも下痰派一本なってるのも全部下痰派あそれを下痰派下痰派の一口サイズはいそうですいわかりました早速始めもさせていただきたいと思いますどうん、いただきます 咀嚼音が今日は出ない。咀嚼音は出ないですね。<laughs> いつも咀嚼音が出るんですけどね。そ,う,そ,う,そう,うん、美味しい。もう黒糖味で。で、今回くださった南海堂さんは鹿児島市の意識。うん、あの鹿児島市内まで入るちょっと手前ぐらいって言ったらいいんですかね。そうですね。うん。サトウキビも国産で。本当に美味しいお菓子でございます。お茶にねぴったり、ね。はい、ぴったりですよ。 でも、で、みんなに健常でございます。いつもいつもありがとうございます。本当はやと君なんか言いたいことない。なんかはやと君のなんか宣伝しようか。大丈夫でございます。はい、本当にあくまきまこさん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ、あの、じゃ、はやと君に、今日は読んでいただきましょう。はい、ええ。これだ。どっちだ。どっちだ。はい、スカイウェイブの送り先でございますね。はい。 えー、送り先？またなんか食べ物送ってって <laughs> そ、そういうことじゃないそう,なそういうことじゃないね。はい、すみません。はい、お願いします、はい。皆様にお願いしたいことがあります。皆様も番組 <laughs> 私たちへのメッセージ、ご自身にニュース、あなたのおすすめスポットがありましたら番組へ送ってください。info アットマーク八九二 fm ドットコム、f com, info アットアットマーク八九二 fm ドット c o m、<laughs> ファックス千葉零四三四四一五九九二 千葉0434415592おはがき封筒のあたたきは、えー、指番号2600021千葉市中央区新宿2-251富士ビル4階スカイウェイブ FM 前田のミと桜井隼人のチェスト日本までメッセージをいただいた方には番組ステッカー抽選で一名様には鹿児島の水溜り職人さんよりふるさとの贈り物セットをプレゼントさせていただきます。 ええー、皆様からのリクエストメッセージをお待ちしていますえー、ぜひぜひどん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 送ってください、えー、ありがとうございます <laughs> ジェストそろそろお別れの時間が近づいてまいりました原めぐみさん二週に で、はい、今日はありがとうございます。はもう毎週毎週面白くてたまりませんわ。<ー> <laughs> 今日はお菓子も出てきちゃったし。<laughs> そうなんです。本当ね、隼人くに感謝感謝でございます、ね。感謝ですね。そ<う>れであのめぐみさんの告知をお願いできますでしょうか。うん、はい。 本日四月六日でございますね。はい。明日がいよいよ先週も申し上げましたが、スーパーアメリカンガレージ本番でございます。はい。ぜひぜひ朝霞の森まで遊びに来てください。アメ車好きの方は特に、あのたまらないイベントとなっております。そこで私も歌わせていただきます。はい。おそらく、えー、お昼前後ぐらいで歌うと思いますので、入場無料ですから、遊びに来てください。はい。それからですね。 4月の11日から15日まで、えー、ミュージカル「シンデレラと3人の御曹司」の 中で魔女役で出ますので、ぜひ全席自由じゃないんですけど、自由席が六千円、でも一番高いのは一万円、九千円、八千、七千と刻まれてるんですけど、はい、六千がおすすめでございますよ。もしよろしかったら SNS から私に直接アクセスしてくださればお取りいたしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは隼人君の告知もお願いします。はい。 4月の14日田中由美子さんとのジョイントでハートフルライブスク品川でやりますそして4月の21日東京ドイツ村と千葉のねあそこで歌わせていただきますのでこのスカイウェーブさんとの公開生放送でございますので生ライブを配信しますのでお楽しみになってください。 そして、えー、まあ五月ですね。はい、えー。ルミネート初めての舞台でございます。うん、そうですね。おっかちゃん築地本館寺ブティストホールで五、えー、月の十日から十二日までやります。はい、そして六月十六日は劇団川桜二回目の公演がございますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はいルミネート。はい私はですね先ほど言った日本のおっかちゃんの舞台に出させていただくのとあと五月二十五日は福岡 で、コンサートございますので、福岡の方ぜひ、あの、見に来ていただけたらと思います。はい、それではですね、もうあっという間に、もうお時間でございます。チェスト日本、皆様、よろしくお願いいたします。めぐみさん。はい、来週も来ていただきたいんですけれども、はい。はい、いま,すまた来ていいんですか。ありがとうございます。度あることは三度あるですね。はい、よろしくお願いします。えー、お相手は前田留美と。桜井ヘ隼人。ゲストは原恵美でした。 来週も聞いてください。聞いて,い,ねいてね。